はい、ただいま。無事コーヒー買えた。今月のセリマイ爆食いはまたローソンでちょっと買っちゃったんですけど、スイーツが軸というか気になりすぎる商品があって、それがローソンだったんで、ローソンで今月好きなものを爆買い&爆食いしたいと思う。なんかね、買いすぎた気がする。今月めっちゃ調子乗って買いすぎて。じゃあ一個ずつ紹介します。今日ね、ちょっとお菓子系多めに買ったんですけど、はい、これが究極のポテチ計画、白金ダンディ、青のりの王様、筋青のりだって。美味しそう。で、これね、さつまいもチップス好きなんで買っちゃった、沖縄県産サトウキビからできた黒糖さつまいもチップス。美味しそう。タンパク質たっぷりのエンドウ豆のバター醤油。これ系でさ、バター醤油味って珍しいよね。これは完全に美女買いなんだけど、一口動物カステラ。この動物が可愛すぎて買った。で、次パン部門。パンはそんなにないんだけど、はい、季節っぽいかぼちゃ蒸しパン。なんか美味しいって聞いたんで買った、とろけるクリームパン、王道。で、パンに近いんだけど、サンドイッチのレタス。で、ご飯部門が、今、ローソンで天下一品監修やってて、ほってりスープ仕立てのチャーハンおにぎり。で、今ね、ちょうど紹介してる間に5分経ちそうなんだけど、このローソンの大盛り豚こく醤油ラーメン。あ、寒いんで最近、ラーメン食べたくなる。初めて買った気がする、冷凍食品系のスパイス香るキーマカレー。なんかガパオと悩んでキーマカレーにした。これももう温めてある。寝起きで帰ったんで声がガサガサです。これも天下一品系なんですけど、唐揚げくんの天下一品、こってり味。スイーツ系が、今日ローソンにしようって決めてなんだけど、紫芋タルト、ドラモッチの安納芋、あとはスイートポテト風ロールケーキ。で、最後に買い忘れてまた買いに戻ったうちカフェのコーヒー。あと1個忘れてた。あとジュース系で炭酸も飲みたくて、アップル&ピーチの特濃のプレミアム三ツ矢サイダー、ソーダミックス、濃くて美味しいです。はい、買いすぎた。で、今回も好きなだけ気が済むまで食べていきたいと思います。いただきます。最初にラーメン食べます。この前ね、これの旨辛タイプ食べて、それが美味しかったんで、特豚ってやつ食べたの。美味しそう。寝起きラーメンとかさ、幸せすぎるって。待って、その前に炭酸飲みます。あ、美味しい。うん、ま、この特濃シリーズも信頼を置いてます。やばい、ラーメン。いただきます。絶対美味しい。このね、麺がね、こう昔ながらというか懐かしい感じなんだけど、結構しっかりしてて好きです。いただきます。うん、うわ、懐かしい。うまっ。うん、これみんな好きだな。
これ嫌いな人いないんじゃないかってぐらい癖なくて超うまい。うますぎる、最高。今日はっていうか今日も特に休日予定ないんで、食べてダラダラネットフリとか YouTube とか見て、あとゲームもしたい。うまっ。ラーメンのお供はやっぱおにぎりだと思うんで、この天下一品のチャーハンにぎり食べます。これ気になってたんだよね。あ、思ったより優しいの。180円するけど結構ちっちゃかったから、ペロッとペロッと感じ。最近はカバンもおにぎりも全部小さいブームなんですかね。うますぎる。あ、ちょっと天下一品ルーツで唐揚げくん、唐揚げくんも、うん、まーす。うん、うまっ。これうまっ。うん、でローソンのアイスコーヒーって結構濃いと思う。選べて普通にして結構濃いと思う。ここでちょっとね、今ジャンキーな方たちといっぱい食べたんで、可愛い感じを食べます。あー、かわいい。見て、ウサギっすね。食べます。うん、おいしい。飲み物必須。これは完全に一人で食べてもいいけど、買って友達とか家族にジャーンって見せて、あー、かわいい、めっちゃ可愛い、でも口めっちゃ可愛くね、水分水分って言いながら食べるのが一番楽しいと思います。この流れでさつまいもチップス黒糖味食べます。お、めっちゃ黒糖。いただきます。匂いすごい甘そうなのに、そんな甘くなくていい。これなんかお供にいいですね。何のか分かんないけど、塩効いててうまい。タンパク質たっぷりのエンドスナックバター醤油。いや、すごっ、めっちゃバター醤油にする。え、バター醤油ってかバターの匂い強い。パスタみたい。なんかさっきの芋もそうだけど、匂いは結構バーンってくるけど、味は柔らかくて、ギャップだね。どうしようかな。じゃあ、とろけるクリームパン。じゃあ、せっかくなんで、こっから。おー、結構クリームたっぷり。おー、おいしい。紫芋タルト食べます。そこは固め。いただきます。うまっ。普通に沖縄コーヒーと最高。うまっ。結構甘いから
精強く満たされる。うん、うまいし、かわいいな、これ。こうのってり強めの濃いめ食べた後、さっぱり系がいいよね。合流してる気がします。うまー、レタスの層最高。じゃあキーマカレーをここで食べるという作戦です。なんかね、ガパオと悩んだんだけど、これさっき言ったけど、カレー系はね、どの季節も食べたくなる。スプーンどーこや。あれ？いただきます。ちゃんと目玉焼きも入ってる。マミさん忙しいよね。いきます。うん、おいしい。あ、結構辛い。うん、おいしい。辛い。うま辛だけど、うま辛辛辛、うま辛辛って感じは。うまいけど、あ、うま辛辛辛って感じ。結構辛い。これうまいな。ではここで可愛いカポチャパンを食べます。めっちゃでもね、可愛い。髪もちゃんと緑になってて、カボチャを意識してる。あ、おーい、カボチャって呼ぶと、道路挟んで向こう側ぐらいで、って言ってる感じ。かすかで美味しい。うん、蒸しパンのもちもち、生地うま。朝飯とかに良さそう。めっちゃ悩むな。12、11、12、13、19、8、7、これ8や、7、ランキング時計してて今気づいたんだけど、ドラムチ食べるの忘れてました。これ食べます。え、記憶力やばすぎる。私結構楽しみにしたのに、どこ行った記憶。おお、すごい。クリーム、いただきます。やばいかも、やばいかも。うん、レシートぐちゃぐちゃになってしまったので、書き込みすぎて付箋にランキング書きました。4位まではちょっとずらーって紹介します。いきます。第14位動物カステラ、第13位枝豆
スナック枝豆スナックバター醤油第12位、天下一品おにぎり第11位、アップルピーチソーダ第10位、さつまいもチップス第9位、かぼちゃ蒸しパン第8位、青のりチップス第7位、クリームパン第6位、キーマカレー第5位、レタスサンド1位。第3位発表します。第3位はスイートポテト風ロールケーキ、おめでとう。第2位、天下一品唐揚げ、おめでとう。そして第1位、第1位はドラもっち安納芋、やばかった、これめっちゃ美味しい、これやばい。ということで、セリ前爆食い、楽しみすぎました。じゃあちょっとゲーム、弟からまだ返事来ないんですけど、一人でゲームしてきます。僕にだけ気づいてほしい、それとでも伸ばしてる、ラララパ、道の先、道の先、小さな光が伸びなさ武器が映らない番、撃てる振り返るか、ラララララ、つつつ、はいはい、やばー、おら、なんでそれは無理だね、どこやねん。